これがキンポップですよ。かっこ興奮気味。はい。これがキンポップですよ。かっこ興奮気味。はい。はい、どうも、お礼でございます。ということで、今回もカード開封です。はい。というわけで、このカード開封の動画を果たして、俺が投稿する意味あるのかと自分で自分に言い聞かせながらのカード開封ですね。はい。もう全く最近やる気が、出ません。ということで、今回ポケカしかなかったっす。はい、5パックだけね。はい。まあどうせあげたってみたいな感じでちょっとやる気がね、まあ出ないんだけど、チャンネル登録をしてくれた人がいたみたいなんで、どうもすいませんって感じですかね。はい、ということで上げていきます。当たりはなんかメガネかけたあの可愛いサポート、あいつかな、はい、が出る感じ。今日はいいの当てたい。まあ5パックだからな、いきますよ。でもはい、いきます。せーの。あーっと、ケッキング V ってもう、はい、開幕からすげーな、当てていく。これ初ゲット10円って感じですかね。はい。まあ言いたいことは山ほどあって、まああれだよね、炎上、今炎上してるやつ、うん、まああれはあれでダメ、当然ダメだけどね。もう笑えねえし、つまんねえし、ダメだけど、その、したやつを特定とかしてるやつ、あれ、何なんだろう、あれね。あれはちょっと、また話は別でって感じで、2パック目いきます。せーの。うん、これ違う、こっちか、こっちかも。せーの。あ、違う。何何、あ、違う、これだ。あ、なんか、当たってそうな気がしないでもない。いきます。せーの。おーっと、何？翡翠トレディア V スター。まあ、ダメだな。初ゲット、翡翠トレディア V スター。100円ってとこっすかね。はい。まあ、で、俺、あれ、あの動画を見て、スシローね。で、ああ、やっちったなっていうのと、ああ、もう絶対また似たようなのが出てくんだろうなって。思ったら、まあ、出てきたよね。まあ、あれの動画がいつの動画だか知んねえけど、あれ不思議で、ああいうのは一個あるとポンポン出てくんだよね。あの、煽り運転と一緒で。あれはマジ謎。はい。と言いながらの3パック目いきます。せーの。おっと、エルレイド V。まあ、10円かな。はい、エルレイド V。ダメだ。そしたら、まあ、ポンポン出てきたよね。まあ、見事に当たっちったっていうか、あれ不思議なんだよな。出てくと、同じことするようなやつがポンポン出てくるってあの謎。つまんねえし。何が面白いんだかもう理解できねえし。あの、高校生のやつは、まあ、俺が高校の時とか、ツイッターとか、まあ、なかったからね。で、まあ、ノリも違うしね、高校の時ってやっぱ今と全然このノリっていうかテンションっていうかあれが全然違うのは分かっけど、ダメだよね。はい、ということで4パック目いきます。せーの。おった、クチード V スターのトリプル R。はい、100円通すかね。はい。はい。まあ、でも、ダメだけど、晒すの何なの、実名。高校とか、関係あんの、そいつが言ってた高校出して、だからなんだよって感じだけど。あ、まあ、あれはあれ、かわいそうだよね、あの高校生ね。はい、ひでえ世の中だよ。はい、じゃあ最後5パック目いきます。いきますよ。せーの。あー、今回も爆死っすか、翡翠、ジュナイパー V スター。はい。なんか、今回はいいの出そうな気がしたんだけど、ダメだったね。はい。まあ、どうせ、10回とか9回とか5回とかの動画なんで、まあいいでしょう。はい。はい。これね。はい。ということで、大爆死ですね。はい。まあ、こんな感じで、ちょっとね、カード開封、なんか、まあ、いいか。ちょっと凹んではいるんだけど、まあ、いいでしょう。はい。というわけでこんな感じで終わりたいと思います。ということで、どうも、俺でございました。またね。どこ行くんだろうな。
母さんがどっかにいるはず。なんで近づいたら逃げてっちゃうんだもんな。あ、やっぱ。なんで行っちゃうんだ。結果来たのに。お母さんはどこだか。いね。よし、帰っか。じゃあ。呼吸するように